B 級市内に住む死んでもいい方募集しています。期間2週間。報酬100万円。とある一室に2週間住むだけでいい簡単なお仕事です。本当にただ住むだけです。食費、雑費はお出しできませんが、家賃、光熱費、水道代はタワーです。命の保証はできません。このように未練のある方はお控えください。命に別状がなかったとしても、以降の人生にトラウマや慢性的な障害が生じる可能性があります。私はそれらの問題に関して一切に責任を負いませんのでご理解ください。ご興味のある方は、平夜赤まで DM よろしくお願いします。 改めて聞くとひどいツイートやな。洋介からの紹介ですけど、本当に大丈夫ですかええよ。ただ道俺には落ちないものなんてないねん。人生失敗続きで、このまま底辺ギリギリをみっともなく生きていくぐらいなら、一発逆転にかけた方がいい。だからって一人やに2週間住むだけで100万もらえるって怪しいですって。いろんな意味で怪しいな。絶対自己物件がデスゲームのどっちかですって。確かにどっちもあり得るな。今ならまだ引き返せますけど。静岡俺の心配をしてくれるのは嬉しいけど、俺はもう腹を決めてん。この100万を競馬で五倍に増やして、奨学金を返す。そして良いゴは人生を再スタートするねん。結末はとの JRA の寄付やん。そういや よしお、ね、さん、しんぞくん、一級僧侶です。あんときの派遣失礼やな、こいつ。悪用に取りつかれとるんかずらつけないんですかずらつけとる僧侶なんて見たことないやろ。わしも僧侶さん、よしおさんは誰に対しても失礼な態度なんですよ。気にしないでください。自覚がないようじゃから言ってやるか。こぞう、お主も大概失礼じゃと。僧侶が X くしで被験者探すの何なん？えやろ、別に。むしら出会って帰行。文句ばっかやな。あの、それで、今回は事故物件という解釈でいいんでしょうか。それ以外ないやろ。この僧侶口悪いな。誰のせいやと思いやとおるね。<laughs> それでは場所を変えましょうか。実際に見てもらった方が早いと思いますので。 ここがご依頼の一節となりますこ。ここがいわゆる事故物件というやつですかそうですな。うわ、俺初めて入った。なんか僕、霊感とかないけどやばい雰囲気だけは伝わってきますわ。わかるわ。 大寒温度下がった気がするもん。この一室は居住者の入れ替わりが激しくて、必ず2週間以内に退去されてしまうのです。友人である大家さんからお払いのご依頼を受け、私がお払いをしたのですが、実際に居住者を入れる前に、吉尾さんにはこの部屋の安全を確認していただきたいのです。なるほど。まあ、まずいですよ、吉尾さん。な何が何かあったんかもしもこの部屋が本物ならパチモン総理がお払いしたところで効果ないですよ。この部屋もパチモンならパチモン同士で勝手に茶番してるだけやけど、いや、そっちの方が誰も救えんか。何もないです。続けてください。お主も払ったのかと。とにかく俺はこの部屋に2週間住めばいいんですね。その通りですが、注意しなければいけない点が2点あります2点 間違っても友人やご家族を招き入れないことです。この玄関のドアをくぐってしまうとすでにこの物件の呪いの対象になってしまいます。あとしたら玄関前で話そう。入った後に話すのはどうかしてるで。おい、僕も入ってもうたやんけ。どうしてくれんねん。知るかこぞ。呪われろ。総理の発言とは思えへんな。もう一つの注意点は壁や床に穴を開けないでください。ポスターあるために画鋲とかでもダメですからね。やらんやろ。俺どんだけ一人暮らして満喫するつもりやねん。それでは最後に契約書にサインを。手書き。それでは無事を祈っております。頑張れよ、しおさん。そういやさ、よしおさんの件どうなったんそういやちょうど二週間くらいやん

すごいであの部屋棚動かせば札張ってるし、その棚も夜な夜な動くし、インターホンめっちゃ押されるし、悲しりれ合うし、枕元変な女に立たれるし、あの僧侶の方がやっぱりパッチもりったか。夜うなような泣いてる声聞こえるし、壁ずっと叩かれるし、悪夢ばっかり見るし、将棋勝手に言われるし、もう1も、ジェネレーションタワーデバカみたいになっとる。なんで飛ばなかったんですか危険すぎますよ。まあ、ギリ。100万が勝ったよな。この人実はメンタルめっちゃ強いんちゃうん